おはようございます。見えるかな。宇都宮に来ました。宇都宮駅です。宇都宮駅の駅は何年ぶりだろうな。でですね、ここにあれがあるんです。あれがあった？あった？ベン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 、駅前の駅前のこの下にいるのはサトシじゃなくて、あった？なんかさ、yes、餃子に包まれてヴィーナスをモチーフにした地元のって書いてあるけど、餃子のぞ、ムンクの叫びになってね。ヴィーナスってムンクの叫びじゃない。一世代あたりの餃子消費量日本一の座を守り続けてますと。餃子の皮に包まれたヴィーナスをモチーフに地元のおいしゅう製作したものです。でんでこ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 、サチくん。ああ。ビーナスというよりはムンク。ああ、食べ過ぎたってことだね、どっちかと。でん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 。ああ、でも改めて確かに言われてみればそう見えるかもしれない。餃子の像。イエーイ。面白い。